わあ、ジャブジャブ出てくるな。なんでだ？福神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、菊神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。問題が発生しました。ガソリン臭いなと思ったら、こっち側のキャブのここの部分からガソリンが漏れて下に垂れてました。はい、燃費が悪いのがそこが原因かどうかはちょっとわかんないです。まあ今はね、ちょっとホースとか全部一回外したんですけど、結構漏れてるので、広島でね、何ヶ月か前に火事あったんだよね、ワーゲンバスのね。ちょっと怖いなと思ってるんで、キャブレター外してちょっとオーバーホールしてみようかなと思います。こっちは問題ないんだ、とりあえず。まあ問題ないものは外さない、問題ないものはいじらないということなので、まあこっちもトラブルがあったらやろうと思うんで、こっちね、ちょっと一回分解してみようか。どういうキャブレターなのかもちょっと気になるところはあるんでね、そうやっていきたいと思います。よいしょ、最初にね、最初にまずはバッテリーの端子を外しましょう。あ、危ないからね。普通はこの部品を注文してから分解するんだけど、わからないんだよね。部品がわからないので、注文するにも、その前、部品を外してみないとわからない。あ、取れた。よいしょと。ここで取れるかな。あ、取れた、取れた。あ、そうだね。エクスチェンジャーのホースを外そう。ネジ取れ、あ、取れ、簡単に取れで、ホース、あ、これガソリンホースだ。でキャブじゃないから燃圧は多分かかっていないだろう。出てきたぞ。よいしょ。よいしょ。ゴミ入んないよ。出るかな。よいしょ。ここに加えておこう。よいしょ。OK。よいしょ。はい。ここからガソリン塗ってます。わ、これ何なんだこれ。このビニールは何、こういうもんなの。先に掃除すっか。ゴミ入ったら嫌だもんね。何なんだこのビニール。ウェーバーのブレベタルトって書いてある。何パイとかどうやって調べるのかな。40だね。40、うん、39.7、約40だよね。40ってやつなんだと思う。でここのこの謎のビニールのところから油漏れをしています。ちょっと外してみようか。まあ、外しちゃったらもうつけられないかもしんないけど、まあこのままでは乗れないんだよ。何なんだこれ。なんかここについてんのかな、本来は。上取ろうか。あっと、はい、こんな感じですね。スロットルが開くと
こういう風にね、あっち側が見える構造ですね。メインジェットはどこに入ってんだろうね。まあ今回は切らないや。掃除だけ。ちょっとこのダンドラのキャブのこの構造がよく分かってないからね。ちなみに反対側はこの紙みたいなのが入ってません、よくわからん。はい、宅急便コンパクトが到着しました。ディン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 。静岡県でイベントあるんだ、11月に。行ってみたいな。フラットフォーさんとマイボーズさんでやるんだね。掛川。というわけで今回あの取りました。はい、部品ガスケットを取りました。いろいろついてる。オーバーホールキット。はい、あれ。ウェーバー 40IDF。はい。まあ、今回いろいろ調べて、これがこの、ウェーバー 40IDF だというキャブだということが判明しました。多分そう。で、これね、これダイヤフラムだったんだね。こういう風に入ってて、で、このダイヤフラムが多分ダメになったんだけど、これだけ買えなくて、このビニールを貼ってダイヤフラムとして使ってたんだと思われます。はい、で今回買いました。まあ、あの正直ダイヤフラムだけ欲しかったの。ダイヤフラムだけ売ってなかったので全部買いました。全部買ったらね、8000円ぐらいになっちゃった。だからこれをきっかけにキャブレターをオーバーホールすればいいんだが、しません。なぜならまだ知識がないから。知識がないので、こう帰ってね、壊してしまいそうな気がします。種の大きさ多分これだ。2つついてんだよね。こっちもあるんだけど、多分こっちですね。本来は柔らかいの、それがこうカピッカピになってバリッバリになってるから、これを向きとかあんのかな。向きとかなさそうだよね。ここに組み付けましょう。他にガスケットとかここはないんだよね。これさ、オーバーホールの仕方とかさ、なんか資料とかあればいいんだよな。せっかくだからちょっときれいにして、ここにつく他にガスケットはないよね。ダイヤフラム、ビニールダイヤフラムね。ひゅいひゅいっと抜いて、いい感じだから再利用。閉めました。ここら辺もね、がっちりと。そしたらヒートエクスチェンジャー、これねヒーターです。あれ
ダメだな、これは。もう滲んでくるね。ああ、ちょっとやり直しだわ。いやー、失敗でしたね。ああ、ガソリンはその後止めてるから持ってないですね。もう一回やり直し、一回外します。甘かったんだよね、処理が。これは反省です。そう、ここにね 40IDF っていう文字が見えます。うん、ここのさ、ここの処理が悪かったね。ここも、うん、気がつかなかったんだけど、2枚構造なんだね。これで収まってくれるといいけどね。うわー、ジャブジャブ出てくるな。なんでだ、何か間違った。なんで、もしかしてこのダイヤフラムは向きがあるのか。真四角に見えるけど全部同じに見えるな。入れるときに折り曲がるんだな、バネがあるから。どうしても簡単なようで繊細だわ。よし、今度は一周しっかり収まった。さっき多分折れてたんだね。あれは難しいな。純正のもともとついてたのに対してだいぶ柔らかいから、バネがさ入ってるから、これ曲がるっていうか折れちゃうんだね。これで一応見た感じはぴったりだな。そしたらこれでキーオンでやってみます。キーをオンしてポンプを動かします。つかないな、手にもつかないし、ヒヤッとするからわかるよね。液体出てないな。よし、と火か。 OK。 うん、垂れてもいないよね。大丈夫。ちょっとこれホースつなぐときにつけたガソリンとパーツクリーナー吹いたんで、ちょっと濡れてるところあるけど漏れてる感じはないな。スロットル開けるとこっから出てくるよね。こうぴっちり締まりきってないな。でここの隙間から漏れたのがこっち側に入ってこっから出てくるんだね。見ててね。ほら、よし、ひらめきました。スロットルを開けた状態で組めばいいんじゃない。うん、こやつが奥に行くんだな。でスロットルを開けるとこやつは手前に来るから、バネとスロットルの押し合う力が一緒になるから、これならいいんじゃないのかな。開けた状態で押し付けて締めていけばいけそうだ。今までの中で一番ゴムがちゃんと出てるね。うん、でスロットルを締める、開ける、閉める、開けるで、ゴムの動きが今度はない。きっとマニュアルとかには書いてんだけど、こういうことがあるから、やっぱ適当にはバラせないんですよね。今度こそ頼むぜ。これでうまくいかなかったら心折れるわ。
ガソリンがポンプで送られております。ホースの漏れもないね。開けるとこっち加速ポンプが働くから下からは出てくるんだ。これでいいはずだ。よし、漏れてない。 OK。 この部品なんだけど加速ポンプって言います、一般的にはね。アクセルをこうゆっくり開けてるときはあんまり作動しないんだけど、ガバッてアクセルをバンバンって開けるときにグッと開けると空気の流れが一気にブワッと強くなるので、ガソリンが一瞬足りなくなるときがあるんですよ。そうすると混合気が薄くなったりとか加速が途絶えたりとかするので、その時にこれガソリンをピュッピュッと強制的にその通常の流れとは別にガソリンを増量する装置です。はい、それがからのオイル漏れでした、ガソリン漏れでしたね。アクセルをこうガバッガバッて開けると急激にね、この加速ポンプが追加で燃料を吹くんだよ。なんとなくわかるでしょう。だからアクセルを慎重にゆっくり開けていくように気をつけないと、ガバッ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 て開けると追加でどん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 燃料を吹いていくから燃費悪くなる。うん、構造が分かったことでちょっと次燃費がどうしたらよく走れるかっていうことがまた一つ分かったっていうことになるよね。つながるよね。ここは僕今回やってよかったなと思います。レベルアップ、うん、でキャブレターの車ってこう朝エンジンかけるときにアクセルペダルをパカッパカッて2回ぐらいバンバンって踏むんだよね。そうするとこのガソリンがピュッピュッて出て燃料に火がつきやすい状態、燃料混合気が非常に爆発しやすい濃いガソリンになるようにするっていうのもこれの役割です。うん、バッチリだね。はい、無事に完了しました。いやー大変だったね、いろいろね。うん、なんだけどこれでガソリン漏れ、ガソリン臭かったのもね少し収まるかと思います。あとはちょっと燃費よく走る方法を思いついたってところも今回の、収穫だったかなと思います。ちょっとお金かかったけどね、まあ、これからもこういうちょっとしたトラブル多分出てくると思うので、その都度対応しながら、まあなんとかね順調に走れるように仕上げていきたいと思います。皆さんの参考に。